学校の帰りにスーパーに行ったらね、目を疑うものが売ってました。こちらです。これはすごい。イルカの切り身でございます。岩手県産。まさかのイルカですよ。ちょっとね、目を疑うものがちょっと売ってたんでね、ちょっと買っちゃいました。イルカ、せっかくね、あのキッチンも綺麗にやったんで、たまにはね、こう今日の夜ご飯すイルカ。やばくないですか。でもこんなんだぜ、もう血だらけじゃん。何があった。これとかイルカの皮膚だよ多分。あ、臭くね。あ、なんか臭いぞ。生血の匂いがする。いやでも魚はそんなもんか。というわけで早速料理してみましょう。はい、では早速作っていきましょう。ラララララ。まずね、俺はね料理しないんですよ。なんでとりあえず今フライパンを温めてます。フライパンを温めて、これ大丈夫、このまま食えんの。でもすごいぜ。あー、これがあの可愛いクジラだと思うと俺は心が痛いよ。けどな、人は食べないと生きれないんだよ。うわー、これクジラの皮膚かな。これだと多分クジラの皮膚だもん。皮膚。あー、もう心が痛い。ダメだ、そんなこと言ってたら死んじゃう。じゃあとりあえずフライパンに油を巻きましょう。油がないかもしれないですね。あったあった、こうね。オッケーオッケー。まあイルカはさ、魚じゃないしね、哺乳類だし、だからね、魚じゃないんだよ。焼肉みたいな感覚でいいと思うんだよ。え、水洗いしなくていいかな。え、どうなんだろう、何もわかんない。水洗いした方がいいの、どうなんだろう。大丈夫だよ多分。こう熱で炙ればこう多分なんか食えそうだから、とりあえずこの黒いのと、うん、ちょっと血だらけのと、トゥルルン、皮膚ついてるので、トゥルルン、多分この3種類なんですけど、とりあえずこれだけ作りましょう。やべやべやべ、あれがない、あれがない、くるくるするのがない。くそ、くるくるするのがない。あー、ごめんなさい。うわあ、うん、あ、やべ、落ちた落ちた。あつ、あつ、ちょっと待って、やべ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 、味付けしなきゃ。ちょっと黄金のタレいきましょう。あー、やばい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 、あつ、おわ、あ、塩かけてない。これ奥まで火通ってるとこどうやってわかるんだろうね。よし、じゃあとりあえず完成でございます。ごめんなさいクジラさん、心が痛みます。いや、そんなことダメだ、クジラだけをこう可愛がっちゃダメだ、平等に扱おうね。いや、これ大丈夫だよね。なんかすごい血がついてたからさ、まずは黒いのから食べてみます。いただきます。クジラさん、ごめんなさい。いただきます。硬っ。レバーの味だ、レバーの味がする。こっちもいただきます。あ、こっちは柔らかい、レバーのちょっと劣化版みたいな感じです。次はこの皮膚付きのところ食べてみます。いただきます。あ、コリコリしてて軟骨みたいですね。でもなんかイルカの味がする。わあ、なんかごめんなさいって味だ。わあ、なんか生々しい、ごめんなさいイルカさん。ごちそうさまでした。食べれるんですけど、どっちかというとレバー的な味でした。まあなんかいい経験ができたと思います。これを人生の糧にして今後の人生も頑張っていきたいと思います。じゃあな。